部屋の温度を下げることを目的にしているのが冷房で、湿度を下げることを目的にしている機能が除湿ですが、実は冷房も除湿を行っているし、除湿も空気を冷たくしています。冷房の仕組みは、冷たいコップを触ると手が冷たくなるのと同じです。室内機に流れている冷たい冷媒の間に空気を通すことで空気を冷たくしています。この時、冷たいコップに空気が触れると空気に含まれる水蒸気が結露するのと同じで、室内機の中でも冷たい冷媒に空気が触れると空気に含まれる水蒸気が結露して水となり、ホースを通って外に出されます。水蒸気が少なくなった冷たい空気は部屋に戻されるので湿度が低くなります。除湿の仕組みも基本的には同じで、冷たい冷媒の間に空気を通すことで結露させて除湿しています。つまりどちらも空気を冷たくしているし、それによって除湿も行っていることになります。では冷房と除湿の違いは何なのでしょうか。強いて言えば、除湿は湿度を下げるのが目的であるため、冷房と比べて風量が抑えられていることが多いです。そのため一般的には冷房よりも除湿の方が電気代を抑えることができます。ただここで言う除湿とは弱冷房除湿のことです。最近のエアコンの上位機種には弱冷房除湿とは別に再熱除湿という除湿機能があります。再熱除湿は空気を冷たくして除湿するところまでは弱冷房除湿と同じですが、除湿した後に空気を温めて部屋に戻す機能です。こうすることで温度は下げず湿度だけ下げることが可能なので、そこまで暑くはないけどジメジメしている梅雨の時期などに最適です。しかし再熱除湿は空気を冷たくするだけでなく、温める電力も必要なので、電気代が冷房や弱冷房除湿よりも高くなる点がデメリットです。再熱除湿はリモコンの再熱除湿やカラット除湿、快適除湿などと記載されています。お家のエアコンの除湿が弱冷房除湿なのか再熱除湿なのか確認したい場合は、取扱説明書を見てみましょう。まとめです。冷房も除湿も基本的には同じ仕組みで、少し除湿の方が電気代が安いです。最近のエアコンに搭載されている再熱除湿機能は温度を下げず除湿ができますが、電気代が高くなります。